皆さんこんにちは。今回の動画はフレーズの練習シリーズの短編シリーズ的な感じでやらさせていただいております。前の動画に引き続いた感じ、引き続いてるっていうか引き続いてないっていうか引き続いてる感じでやらさせていただきます。前の動画からラフメーカーという曲のフレーズをやらさせていただいて、今回ラフメーカーのココア弾いときは間違いねえ参戦っていう心づもりでやらさせていただいている中のパート2でございます。パート2の部分です。ちょっと早速、弾いてみます。こんな感じのフレーズです。3、はい。こんな感じの、リフ的な感じに、ラフメーカーの、各所で出てくる、フレーズになりますので、よかったらぜひとも覚えてみてください。前の動画と一緒で半音下げのチューニングで、やる感じで行ってください。まず、ここ行きましょう。ここ行きましょう。まず、5弦の3フレットを2回弾きます。そしたら、4弦の2フレット。あ、じゃあ4弦の開放弦ですね。4弦の開放弦。そしたら4弦の2フレット。っていう感じ。で、次が3弦の開放弦。っていう感じです。で、次が、3弦の2。で、次が3弦の4。そのまま4。で、ラストが3弦の開放弦。こんな感じです。いい感じでしょうか。ピッキングの方はですね、ご本人さんたち見ると多分こう、ダウンでやってるっぽいんですけれども、まあ僕はちょっとなんかオルタネイトでやろうかなって感じで、ダウンアップでやっちゃってます。まあ、やりやすい方でやっていただければいいかもしれません。で、ここ終わりましたら、次ですね。ここです。ここです。最初、さっきのフレーズがですね、5弦の3フレットから始まったのが、次、5弦の2フレットから始まります。5弦の2フレットを2回弾きます。で、そしたら、2弦の3フレットを弾きます。2弦の3フレット。で、次が3弦の開放弦。で、これ、最初のフレーズの後半と一緒。3弦の2、4。3弦の2、4。で、開放弦。で、終わり。お。こんな感じ。最初が5弦の3フレットから始まって、次が2弦の、5弦の2フレットから始まって、こんな感じです。ですね。まあ、テンポがちょっと早めの曲なので、このフレーズも例外なく早いんですけれども、こんな感じで、やります。ですね、ちょっと弦の飛びが最後の、ここがあるので、ちょっとそこを意識して、注意してやっていただけるといいかなと思います。ちょっと余談なんですけれども、3弦の開放弦使うところを4弦の5フレットでやってもまあいいかなっていう感じです。ここがですね、こういう感じ。こういう感じ。こういう感じ。まあ、小指使ったりするので、ちょっと、おーってなるかもしれないんですけれども、ちょっとま、そこら辺は、選択肢が2つあるので、自分がやりやすい方でやっていただければいいかなと思います。各所でこの、かっこいいフレーズが出てくるので、ちょっとマスターしてみるといいかもしれません。で、
ちょっと、このフレーズがですね、次の、フレーズ、紹介させていただくフレーズの中にもちょろっと出てくるので、ここをちょっと、このフレーズをマスターしていただけると、すごく嬉しいかなと思います。今回の動画は、ラフメーカーで出てくる、いろいろなところで出てくるリフを紹介させていただきました。ありがとうございます。今回の動画もありがとうございました。またよろしければ、チャンネル登録やグッドボタンの方、ぜひともよろしくお願いいたします。さあ、2つ目まで終わりました。次のやつはどんなやつかなっていう感じで、お楽しみにしていただければと思います。それでは皆さん、バイバイ、またねー。